はい、こちらの物件はですね、未来フルという仕組みを取り入れておりまして、まあ、こちらにもありますように間取りの自由度を高めています。従来のですね、排水システムですと、まあ、このようにですね、排水から近いところにしか、まあ、キッチンを置けなかったわけですけれども、まあ、こちら未来フルを採用しておりますと、キッチンの場所についてはですね、まあ、自由度が高く、まあ、設計できる、まあ、そういった特徴のある構造を採用しております。はい、こちらはですね、トランクルームになっています。はい、こちら日吉駅にやってまいりました。こちらの出口にはですね、それぞれの方向に商店街がありまして、安藤路、天銀通り、日吉中央通り、普通部通りといったようにですね、それぞれの方向にですね、
ろんなお店があるので、まさに学生の街っていう感じですよね。学生もいらっしゃれば若い子連れの方もいらっしゃいますし、で比較的ご年配の方ももちろんいらっしゃいます。お店の種類としてはもちろんチェーン店もありますし、あとは地元のですね個人のお店もありますし、ちょっと全てのですね通りをご紹介するのは難しいですけれども、このような形で駅前もですね非常に利便性が良さそうで充実しています。こちらはですね階段による移動に合わせまして、こちらのですねスロープもありますから、ベビーカーとかですね車椅子での移動というのもしやすいのでいいですね。こちらが地下鉄グリーンラインの乗り場になっています。小学校や中学校そして高校とはやはり大学の雰囲気ってこう違いますよね。なんか久しぶりに大学のキャンパスに足を運びましたけれども、やはり独特な雰囲気がして、まあ、この近くにですね住宅があれば卒業生ではなくともたまに来てみたいなというような雰囲気でございました。こちらの建物は2020年3月に建て替えが完了した日吉記念館とのことでした。在校生や卒業生の方々にとっては待ちに待った竣工だったのかもしれません。最大収容人数は1万人。こちらでは式典等のイベントや体育の授業、また課外活動での使用が予定されているということでした。類似の C5 タイプという間取りと迷いましたが、最終的には G1 タイプをお勧めしようと思います。というのは C5 タイプと異なり、こちらの G1 タイプは南西向きとなるためです。南東向きですとバルコニーから植栽を望むことができます。まあ、その点は妥協というか、選択から外しました。最後はリビング横の洋室の収納と形、占有面積の広さで選択いたしました。現在都心ではこの価格帯で78平米の 3LDK を選択するというのは現時点では限られますからね。ですので今回私はこちらの G1 タイプを選択いたしました。日吉でしたら横浜駅まで12分、大手町へは34分と中間地点とまでは言わないものの、通勤圏として現実的なエリアのため魅力を感じる方は多いのではないでしょうか。現に購入者の声に出ていた私の知り合いも都内勤務の方でした。エリアとして中低層住宅中心でありながら、今回は地区計画による高さ規制の緩和で高層マンションの建設が実現し、商業並びに小学校の新設もございます。子育て世代にとって住宅選びは保育園や学校、買い物施設が身近にあるかどうかというのは重要です。
こうした施設も整っていることは購入を決断するにあたり安心感が感じられますね。物件周辺に加え駅前も大学があるということもあり、気取らずに日常使いできるお店がたくさんある点も個人的に魅力を感じました。平日と休日でオンオフを切り替えた生活を送ることができる、まさに今の時代にフィットしたマンションではないかと思います。